お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグライダーを極める企画6日目でやっていきたいと思います。そしてね今日のテーマなんですけども、最初のにもちょっとね似たようなのがあったんですけど、ホグを飛ばすタイミングっていうのは超意識していきたいと思います。で具体的にさらに具体的に言うと、特に高回転対決になった時に相手が攻めてきたと同時にホグを飛ばします。相手の攻めと同時にホグを飛ばして守り終えたらまたホグで攻めるっていう、なんか流れで2周目3周目ホグがねこう相手の施設が回らないみたいな感じで戦っていければなと思います。なので僕はねホグを飛ばしてから守ります。これね今日の絶対ルールとしてやっていきたいと思います。こうすることによってサイクルがねずれるんですよね。守ってから攻めてじゃなくて、相手が攻めてきた時に攻めて、守り終わったらもう手札にはホグがあるみたいな、そんな感じでねできたらなと思います。よろしく。さあやっていきましょう。トロフィーはね落ちました。7000行ってたんですけど、7000から落ちたんですけども、海外の YouTuber とかホグ上手い人見て結構勉強してるんですよ。結構勉強してるから勝ちたい。いやこれねコカッちゃんです。でテスラがあると思うんですけど、これも相手がゴブリンバレルで攻めてきた瞬間にねホグ飛ばしてあげたりだとか、まあ、そういうね本当もう先ほど言った通りのことをやってね勝っていきたいと思います。まあそれまではなんかね気軽にやればいいと思うんですけど、なんかスケバレインドゴブリンバレル超大量枯渇デッキみたいな、なんかすごいに引いたっすね。これロケホいるからな。ロケホこれテスラに行ってさ、キング起動したいんですよね。これいやキング起動したいんだよね。ん飛んでオッケー。あ待ってメガナイトナイス。いやでかいやメガナイトのキング起動だけ謎に得意ですよね。メガナイトのキング起動とロイジェンの防衛だけはね僕ホグで謎に得意なのけどね、それ以外が無理、それ以外がマジで難易度鬼なの。さあというわけで今回相手はメガナイト超枯渇デッキ、インドラ。これアイスピあったらねもっと良かったかなと思うんですけど、まあなかったんでしょうがないよねってなかったんだもん。さあこれ好きぐらいでね受けれるといいよね。アイスピうわスパーキーなんですね。まさかのメガナイトスパーキーインドラスケバレゴブリンバレルっていう枯渇枠多いですけど、まあ相手がザップだけだったらロケット押しねマジで無双します。ちょっとやだな。本当はスケでスパーキー受けれるのが理想だったんですけど、ないんでね。なかったんでね。これ、金起動したから結構でかいっすね。守りやすくなりましたね。オッケー、ロケホ一発入ってくれるとでかかったなぁなんて思いながら、これ、ちょっとホグ防衛ね。おしゃれにホグ受け。おしゃれすぎたかな。いや、でも、スケルトン部隊もいんの多くない？でも今、メガネ大でさ、咲いてるサイクル、スパーキーがいたわ。あれあれれれれっていう。いろいろ多いね。これ、ロケホが生きてくれたら熱い。熱い。で、あれはもうウッドだけとか。いやー、アイスピだけでもいいけど、ウッドでいいか。いや、アイスピでよかったっすね。さあ、ロケホ無双、めっちゃしますね、これ。うん。さあ、で、ホグで、なんかね、陸浮き、そんなおしゃれな。ちょっと待って、俺びっくりして今見ました。なんかメガナイトさ、ホグ、空振ったっすよ。俺あんな見たことねえんだけど。あんな見たことねえな。すげえ、今びっくりした。すげえこと起きたっすね。さあ、ちょっとあれ、狙ってできるようになったら爆うまくないっていう話なんですけど、まあ無理っすよね。そこ延命してあげたいね。さあロケホが無双するんですけどみたいな。さあのスパーキーめっちゃエムいいじゃんあの子うちのロケホとかさ全部いかれちゃったんだよね。でスケバレとさなんかさ両方いるじゃん、どっちに打つのが正解なのみたいなありますよね。よいしょ。あこれはウッドで、あ待って俺なんかウッドが遅いね。いやこれさもう一回、うおーやっぱクイク遅い。一発ホグちゃーん、一発くれよ今の。
いやもうクエイカなんかね、打ち毒みたいな、そんな感じはしてるよね。ホグと、スパーキーとメガネてるからね。マジホグ、本当に刺さんねえな。ホグ刺さんねえから、もうクエイク削りしていきますね。あとはロケット押し一生出します、僕。ロケホーゲーだと思ってください、これ。ロケット押しで勝ちます。本当に。一生ロケット押し出して、なんならテスラも置いてあげて、よしよし。いやもうマジで、こういう戦いだと俺は思ってるよ。このね、クエイクホグデッキの強みね、皆さん忘れたらダメです。回転が非常に速い。よいしょ。あと、クエイクで削れるので、お、これ打たないで。打たないで欲しかったな。あ、待って、やばい。あ、でも、やばい。危ねえ。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、マジで。気づけば相手のインドラ止まんねえわってね、思ったんですけど、なんか、ホグ飛ばしてたことによってね、ギリギリね。いや、怖いですね、こういうの。相手が柳とか持ってたら絶対無理だと思う。まあ。相手が特にね、施設持ちだった時に、相手の攻めとね、もう同時にホグを飛ばしたい。高回転ゴブドリ流行ってるんですけど、もうそれがね、なかなか勝てないの。あれ、強すぎて、なかなか勝てないんで、なんかマジで相手の攻めと、本当に被せるっていうのがね、大事っぽいので、それを意識してやっていきたいね。コメガゴぐらいは一発許容しようか。痛いですけど、まあ。オーブンメガゴってことは、ペッカスケラフリーズとか、ポイズンとか。まあ、スケラっぽいんだけどね。スケラっぽいけど、みたいな。わかんないよね。さあ、なんだ？なんだ？オーブン、ロイか。ん？でもなんか、ちっこいね、みたいな。オーブンベビーメガゴ、ロイ。ロイですね、ランバーちゃん。ランバーちゃん来たからロイですね。間違いなく。さあ、これはちょっと、程よくね、程よく守っていかなきゃ。で、これ、ウッドとかしてノックバックをさせてあげると、テスラがね、めっちゃ頑張るんですね。おっきい、いや、完封でかい。でも、このメガゴでね、まあ、一瞬でやられてしまうと。さあ、オーブン自体は、まあ、苦しくないよねっていう感じ。ですが、僕、相手のベビドラメガゴがね、やっぱ厄介だよねっていう。さあ、ここは、まあ、メガゴが家だったので。え、一発、気合が違うね。これな、多分逆サイドも狙ってた方がいいと思うんですよ。片サイドだけだと、ベビドラメガゴランバー後ろから出せれるだけできついっていう。なので、逆サイも意識しつつね、やっていきたいけど、それがね、世界一むずいよねっていう。近畿道、いや、この近畿道でかいね。ウッドでも逆にね、行っちゃうっていう。さあ、ランバー用にバルキリー出して、ここで一回ホグ行っちゃえばね、相手施設、オーブン回ってないでしょっていう。よしよしよし。いや、これは？いや、LSP か。ウッドいらんかな？いや、いいウッド。いや、めっちゃいいウッド。絶妙。しかも、今のあの、ホグのタイミングもね、ほんと今日の課題通りでいい気がする。さあ、これ、相手ランバー出してて攻めたいだろうから。攻めてくると同時とか言ってたのに、攻めるタイミングにね、被せるのもまあいいかもしれないですね。同時か、相手がね、攻めたいタイミングぐらいでね、今みたいな。結構良かった気がするな。これなんか嫌だな。さあ、テスラ置いちゃおう。いや、テスラ強い。で、ランバー。相手はね、やっぱランバープラスロイジェを絶対したいから、ランバーされたら基本的に逆サイこうプレッシャーかけて、みたいな。お、いいね。めっちゃ良くない？さあ、まあこれ、ロケット押し延命する必要もないか。削る、回す。さあ。で、ここは一回ね、相手のベビドラをロケフォアしましょうと。あ、ランバーこっち来たら、まあ、ステイでいいんじゃない？いや、まだこれベビがめっちゃ痛い。で、オーブンもクエク打っとかないと、後々なんかね、嫌ですから。え、めっちゃ良くなってない？なんか、ほんとにね、こういうのね、使ってるとね、すぐ自由が持参しちゃうんすよね。ほんとごめんなさいね。これロケホ残ってから行く。で、行って、一旦防衛かな。さあ、テスラ、延命しつつ。いや、あれ、ほんとはもっと延命したいけどな。もっと延命したいけど、絶妙に延命しにくい。さあ。これはもうね、テスラゲーです。テスラゲー。で、ここまで来ると、ぶっちゃけクエイク削りが可能になってくると思います。だから、一回ね、一回防衛しようかっていう。一回防衛してあげて、
でもここはもうね、余裕があるので、報告へ。あ、いや、勝ったっすね。相性がいいのかな。さあ、テスラ置いて、んもう一発。いや、強すぎ。いや、結構ね、丁寧になってる。で、最後はクエイクと。まあまあ、ホグね、相手がやっぱほんと攻めと被せるだけで大ダメージ耐えれる。その後はもうね、スケ、アイスピ、ウッド、もう全てを使って守ればいいだけなので、相手の攻めとで同時に攻め。これね、するだけで多分世界変わりますね、ほんとに。さあ、X 棒だ。クロスは勝ちたいですね。トルネーロ系だったら多分無理ですけど、あれ全然 X 棒ちゃうやん。しかも、なんか X 棒を使ってて、ちょっと今ね、ロイジェイとかエリジェイ多くてきついよって使ってるならわかるんですけど、ゴリゴリにその、枯渇もそんな今ね、いいかって言われるとあれですし。俺のホグ天才だった。これね、枯渇ね、相手のゴブリンバレルと同時ぐらいでホグ飛ばすとかもすごい大事になってきますね。で、そのタイミングで攻めウッドをするとかもね、意外と大事。相手がゴブギャンでね、受けてくるとかがね、分かってるならば、あえてね、ロリバブじゃねえな。なんだ？ゴブリンバレルにウッドを使わずに、攻めウッドを打ってからの、みたいなね。スケだけで守るとか。まあ、そういうのもありですよね。これちょっとめんどいんでウッドでやります。これ、相手施設回ってないです。ロケット防衛かギャング。いやー、ギャングでした。で、ここを、スケとかね。いや、真ん中ですら、やりすぎ。え、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。これ。相手の、攻めと同時というか、今のは、たまたまバレル飛んできたけど、え ?2 周目だったんでね。ちょっと待って。びっくり。サプライズ。マジかよ。ガゴムリ出てきちゃった。急に。相手、鬼枯渇ですね。インフェ枯渇だと思ったら、普通の鬼枯渇でしたね。というわけで、今保護を飛ばすと、相手は、もうインフェルノタワーとか使ってくれるんじゃない？いや、これ勝ったね。しかもザップだったね。よく見るのはウッドとかなんですけど、まあ、ザップだったからね、もうロケホー無双だよねっていう話。ロケホーにディガー当てられるかもしれないねっていうので、今さっきちょっと待ったんですけど、いや、相手諦めましたね。諦めてくれたんですけど、ホグだと時間かかるんで、ちょっとね、巻きます。いや、今めちゃめちゃいい感じですね。このまま行きたいですね。さあ、よろしく。手札がどうしようかな。アイスピュットないので、まあ、ロケット方式からのホグとか、かな？さあ、メガゴ来た。これ逆サイホグからでもよかった気がするけど、まあまあまあ、いっか。ダクプリってことは、ジャイかな。なんか、ジャイっぽいっすよね、非常に。ジャイっぽいっすよね。いや、ジャイっすね。間違いなく。さあ。ああ、矢の雨型。しかもこれザップも持ってるんで、ちょっと読まれないようにね、スケを出していきます。テスラの上側とかね、この真ん中ら辺にザップ打つと読まれやすいので、毎回位置を変えていきたいね。で、ジャイプリプリメガゴさんがこの矢の雨ファイブザップ型ですね。めちゃくちゃ古い型ですね。さあ、まあ、ディガー抜けとかね。それ、矢の雨なのがね、マジで泣きたい。なんで矢なんだって。これちょっとホグ行って、1枚咲かせて、うわーマジかよ。許容してくるのやだな。1枚咲かして、それをね、テスラで美味しくいただこうとか思ってたんですけど、やっぱそう、ね、やりたいようにはさせてくんねえよねっていう。これもうディガーとか来たらね、そのディガーの受けがね、きつい。いや、いいウッド。え、待って。やだ、やだ、え、タゲが。タゲバカじゃない？え？いや、でも耐えた、でかい。よく耐えた方。これでもサンガゴディガーとか来るっすよね。来ないかな。ディガさん？俺ディガさん来るよ、バルキリー構えてます。よく耐えたっすね、今。まあ、ホグが良くなかったっていう。当たり前にね。さあ、テスラ植えて、こう流れがね、なかなかよろしくはないっていう。さあ、まあ、スケでカバーするよねって。ここでホグを飛ばしたいのかな。相手のさ、あれうまくね、ファイボ。さあ、ホグで、スケ、うい、
待って、なんか今ホグ使いっぽくない？いや待って、ホグ使いっぽくないとか言ってる場合じゃない。いて、あぶね。したいだけ。今なんかホグからラスケとかさ、うまいとやってるような気がするよね。でここホグ行って、あーすぐダークブリンつけてくる。待って、これやばいかな。あと20秒俺耐えれねえかな。これ耐えれると思う？いやー耐えるしかないよね。気合でマジで耐えるしかなくて、いやマジ、くんな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 、あれクエイクで落ちる俺。待って、クエイクで前勉強したよ俺。255クエイク255なの。だから防衛で打っとってばいい。オッケー、でけえ、勝ち切ったのマジでかいっすね。いつもこういうの負けるんですよ、最後押し切られて。よし、いやめっちゃ連勝。さあ展開、まあ旧展開ね、なんとか戻ってきたぞ。いいぞ、ホグね、ホグ飛ばすためにちょっとエチエチになってきてますね。どんどん行きましょう。よろしく。 YT YouTuber 対決ですね。俺もハートつけようかな、4つくらい。アイスピュットで削って、うわー来た、これだ、やばいやばい、これ、あのできるだけ小物で回して、ロケット欲しい、おいロケット欲しい、マジなんでねえんだよこれ。ロケモンに矢の雨来たら俺マジで、あのほんで、ゴレマジで勝てない。あ、待って。危ない。あ、言ったよ、今。今、マジで言ったからな。矢の雨来たらダメって。なんで来るかな。これさ、えぐくないこれ。これでま、やばい。いや、耐えて。さっき耐えたよ。いや、耐えた。あーん。いや、マジでね。これ勝てないんですよね。ゴレヤの雨。その、ロケット押し1周目は雨でやられて2周目が生き残るとかあるじゃないですか。全然あれなの。もうダークネ止まんないんだね。本当に。ロケット押しいようがいまいがもうダークネ黒強すぎて、みたいな。マジでね、いつになったらダークネ加工してくれるんだろうと思いながらクラロは毎日やってるんですよね。毎日緊急加工待ってるダークネの。さあ、エリババはね、許そう。エリババ？いや、許せんな。なんて、ボンバー吹き矢でしょ。ダクネでしょ？これもう、ホグバルキリーとかさ、ゴリゴリに行ってさ、うわぁ、こっちサイド来んのか。来ないでよ。来ないでよ。もうロケットしても一瞬には作っ、あー、やべ、それ無理。絶対無理。うわぁ、マジかよ。吹き矢強っ。吹き矢使ってる人今いないっすけどね、マジで。この人しか多分。見ないもんね。さあ、いやでもこれ結構いいぞ、結構良くて、結構いいよ、いや結構いいのよね。延命してあげて、これ絶対延命、絶対延命、誰でも延命する。あー、なんでやねん、なんでやねん。いやでもさ、ゴリゴリでね、あともう僕攻めるしかないからね、勝つ方法。これ一発、もう一発欲しいな。いやでかい、ワンチャンある。いやなんだその、これもとりあえず出しとけばいいみたいな。あー待って、あうちのロケホグマジでやる気ねえ。ホグ、いや舐め使った。いやワンチャンマジである、ワンチャンマジである。いやあと30秒でしょこれ。クエイク削りやっとかないとやばい気がしたな。やだ、くんなくんなくんな、マジで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 来んなよ、ダメ。本当に無理。もうなんかね、ジンマシン出てきそう。もうアレルギーよ。ゴレイヤの雨アレルギー。うわーこれきついな。さあ、勝てないことはね、なさそうなんですけど、おい、もうマジで治安悪い、最近のクラロは。なんでだ？ストレス溜まってんな、みんな。そう、序盤にやっぱね、大ダメージ受けてしまうと、最後、なかなかやっぱ高回転だとね、追い上げきれないっていうのがありますから、序盤のダメージちょっと気にしたいですよね。スケバルウッドも珍しいな、これ。迫撃か？これ、近軌道できねえんじゃない？いい、近軌道ですね。これ、神相性じゃないですか。チョコレートボーイ。チョコレートそんな好きなのか、君。そう、これ無課金迫撃って呼ばれるデッキですね。
最近はねマジで見ないんですけど、ね使ってる人いますね。ロケット押し型とかもありますよね。わすげえな、俺そのヤギみてえな。おっと、友達になれそうだな。正当防衛です。僕自分からだとねあんまそういうことしないんですけど、やられたらやり返せますよね。本当にやられっぱなしはね良くないですからね。磨いてきます。ほらほらほら、磨いてみろよ、磨いてみろよ、磨けるもんなら、磨けるもんなら磨いてみろよ。磨けねえのかよ。あれよし、20勝スタンプ、よいしょよいしょよいしょ。でここでホグ飛ばしちゃうんですよね。もう守れちゃうから。さあで、あー決まっていく。静かになったな。おいどうした、なんかあったか、親フラか。静かになったな。ユニット出してくんじゃねえよ、いっぱい。ほいサクッ。いやーちょっと静かになったな。なんでだよ、チョコレート俺にもちょうだいよ。アーモンドチョコがいいな。ちなみにキットカットでもいいぞ。何のチョコレートをくれるんだ俺に。これね余裕があれば攻め打ったとかでもいいんですよね。うわー勝ったな。これがまあいわゆる神相性ってやつですね。相手の煽りが控えめになりましたね。ちょっと急に控えめになってきたな。マジで、あんなにホレイホレイホレイだったのに急になんかヤギだけになったよ。ビリ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 、ヤギだけになったな。ちょっと煽っとくか。久しぶりに動画内で煽るのとかもう何年ぶりだ、人生初ぐらいだな。これでも一回一回スライドするのめんどくさいんですよね、手間。さあちゃっちゃ終わりしますか。クエイクッド圏内というわけでグッドゲーム。さあ、まあ、神相性ですね。拍手が止まらないよと、あざます。さあよろしく。前のねしっかり分からせていかないと、あそこで僕が負けちゃったらもうねほれ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 来ちゃうんでね。さすがにあれはね徹底的に、あれワーイのエアポッツプロ 20% は出てるやんって。さあ来たラバちゃんでコウモリ。さてはさては君はラバクローンではないのか。これラバクロだよな、間違いなく。いや、ほぼやだな。ロケも意味してえな。いや、テス、ほぼの位置がいいの。これがまたいい位置なの。これ、ヤナメじゃなかったらもう全然守れる。ヤナメじゃなかったらね。ヤナメだったら無理。いや、いいよ。耐えてる、耐えてる、耐えてる、耐えてる。もっと耐えて。いや、痛い。レイジオブやばい。マジかよ。え？あ、ヤナメだったな。からのウッドがちょっと早いか、来ねえか。わあマジかーマジかーマジかよー、ヤナミだやんけー。これさっきも言ったんですけど、しょっぱなに大ダメージ受けてしまうと追い上げれない、追い上げれないから、これ守んなきゃいけなかったんですけど、ロケット方針最初でやられたのが良くなかったかな、多分知らんけど。ぶっぱしたいっすよね、僕は。僕もぶっぱして、ぶっぱして、ダメージ稼いじゃうぞっていう。さあ、すんごい来るよ、これ。すんごい来るよ、これ。サクちゃん来るよ。やばい。もう来ないことちょっと祈ってね。いや、いいよ。意外とまだ参る？しかもこれ、相手ランバー追加ぐらいでしょ。いや、まだ回るね。でもラバがすんごい。やべ。いっちゃった？お願い。やだめ。やだめ来ないで。やっぱ大型はバカきついっすよね。ほんとに。まあ、もっと鍛錬。ね。俺も、まじ剣磨いて、ね、鬼退治してれば、俺も生きるようになれるのかもしれないんですけど、やっぱ、今のままだとやっぱこれ無理。これね、本当に勝てるようになりたいですね。もともと勝てないならいいわ。
けど上の人たちはこういうのにも勝っていく、だからたまに勝つから僕もちょっとこういうの勝てるようになりたいね。というわけで、クエイクホグ6日目ね、終わりというわけで、まあ、あと24日でね、あのラバクロボコボコ、ゴレクロボコボコ、ヤノアメ、トルネード、すべてをね、完膚なきまでに倒していく試合をね、見せれるようになれたらなと思います。皆さんも一緒にホックイク頑張りましょう。というわけで終わります。よければチャンネル登録高評価もねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。